航空自衛隊、三沢基地にて、無人偵察機グローバルホーク RQ-4 の運用が本格始動、偵察航空隊が発足との情報を入手しました。今回は、この三沢基地にて、グローバルホーク RQ-4 本格運用に関して、詳しく考察していきますね。一つ気がかりなのが、アメリカが縮小していることに、ちょっと不安を感じます。次の最新鋭の無人偵察機が完成しているのでは。2022年12月15日、航空自衛隊は、青森県三沢市の三沢基地において、アメリカ製の大型の無人航空機である RQ-4 グローバルホークを運用するため、新たな専用の航空部隊を発足させたことが報じられた。航空自衛隊の三沢基地は三沢飛行場の一部であるが、同飛行場は日本でもここしか行われてていない、アメリカ空軍、航空自衛隊、民間航空機が共同使用を実施しているという非常に急な運用体制でもある。こうした得意なバックボーンを持つ三沢飛行場内の航空自衛隊の三沢基地ではあるが、同隊が日本では初めてとなる無人航空機を専任で運用する部隊として航空偵察隊を新設したのが今回のニュースだった。実はこれに先立つ前年の2021年3月に航空自衛隊においては RQ-4 グローバルホークを運用することを目的として臨時偵察航空隊が編成されており、晴れてこの臨時の部隊が常設の部隊へと移行した形である。航空自衛隊の三沢基地にはすでに RQ-4 グローバルホークが2機配備されており、130名体制での運用を行う予定で、今後さらにここに追加で1機をか下手総数3機の同機を持って航空偵察隊を完成形とする見込みである。ここで主役となる RQ-4 グローバルホークは、元はアメリカのライアンエアロノーティカル社が手掛けた無人航空機だったが、今は同社はノースロップ・グラマン社に買収され、その傘下の機体へと変わっている。RQ-4 グローバルホークは、ライアンエアロノーティカル社によって、1990年代から開発が開始された無人航空機であるが、攻撃用の兵装等は装備することのできない偵察任務に特化した機体であることが特徴だ。この RQ-4 グローバルホークは1998年2月に初飛行を行い、以後は試作機によるテストを経ながら2004年11月にアメリカ空軍への実戦配備が行われており、航空自衛隊ではここから18年も歳月が遅いことは事実である。アメリカ空軍はこれまでに累計で45機の RQ-4 グローバルホークを調達して運用してきたが、2011年3月の東日本大震災発生時には福島第一原子力発電所の事故状況の把握のために使用されたことでも知られている。また、アメリカ空軍では、2014年5月から10月までの5ヶ月間、グアム島のアンダーセン空軍基地に配備を行っていた2機の RQ-4 グローバルホークを三沢飛行場に前身配備した事例もあり、三沢基地との関連も深い。この時の RQ-4 グローバルホークの前身配備の目的は、北朝鮮による核開発やミサイル発射への監視が主目的であり、グアム島には3機の RQ-4 グローバルホークが配備中であったため、そのうちの2機が派遣された形だ。三沢飛行場に暫定とはいえ前身配備された RQ-4 グローバルホークに対して、同飛行場に同じく今日構える航空自衛隊も、その運用を近くで確認したことは、想像に難くなく、以後の導入への参考になったものと思われる。しかし、アメリカ空軍の RQ-4 グローバルホークは、
2019年6月、中東のホルムズ海峡において、偵察任務に従事していた際に、イランの国産の地対空ミサイルによって、一機が撃墜されるという事態に遭遇してしまった。ここで、R-Q4 グローバルホークが、イランによって撃墜された、最大の要因は、同機がステルス性を持つ機体ではない、ことだと考えられており、無人機ゆえに、搭乗者の損耗という、被害はないとはいえ、その脆弱性が、問題となった。そのため、アメリカ空軍では、翌2020年には、保有、運用する R-Q4 グローバルホークのうち、ブロック20とブロック30の2つの形式の機体を退役させる方針を打ち出し、以後は、最新型であるブロック40が10機のみ運用される方向である。アメリカ空軍の高官は、イランの国産の地対空ミサイルで R-Q4 グローバルホークが撃墜されたことを非常に重く受け止めており、それ以上の防空能力を持つことが確実な中国に対しては、当然通用しないと見さしている形だ。このため、この間に並行して、日本の航空自衛隊が R-Q4 グローバルホークの調達を計画していたことに対しては、非常に無意味な投資になりかねないとの批判も、当然のことながら起きており、真摯に受け止める必要があるだろう。アメリカ空軍以外で R-Q4 グローバルホークを採用しているのは、NATO と韓国と日本であるが、韓国と日本とは、アメリカ空軍が、運用を廃止するブロック30を調達しており、NATO は、ブロック40ベースの新しい機体という相違点がある。R-Q4 グローバルホークのブロック40は、同機の最新型ではあるが、地上を監視することを重点化した機体であり、日本のような広い領海を監視する用途には、不向きという側面も拭えず、最新型だから良いとも、一概には言えそうもない。逆に、韓国は、地続きである北朝鮮への監視を、R-Q4 グローバルホークの主任務だと考えているはずなので、時期が異なれば、ブロック30ではなく、最新型のブロック40を選択する余地もあったのではないかと、個人的には思えてしまう。いずれにせよ、今後、新規に、R-Q4 グローバルホークのブロック30を調達する国が出てくる可能性はほとんどないと考えられるので、韓国4機、日本3機の同機の運用には、パーツの交換やその費用がかなり高騰する事態は避けられないだろう。日本の航空自衛隊における R-Q4 グローバルホーク関連の予算を確認してみると、機体が3機の合計で、386億円、1機あたり平均約129億円、付帯費用が合計で462億円計上されており、そもそも非常に高額である。2017年には、実は、こうした諸々のコストの高額さから、一時は RQ4 グローバルホークの航空自衛隊への導入の中止も囁かれていたのだが、結局、翌2018年には、正式な契約に至り、そして、今の部隊新設にまで進められた経緯がある。くしくもアメリカ空軍が判断したように、対中国という、形では、RQ4 グローバルホークの運用が有効ではないとするならば、日本としては、南西諸島の防衛には、別の手段の採用を考慮していく、必要があると思われる。R-Q4 グローバルホークは、全長が 14.5 メートル、翼幅が 39.9 メートル、全高 4.6 メートルの大型の無人航空機であり、例えば、有人戦闘機の F-35 ライトニング 2A 型ならば、全長は 15.67 メートル、翼幅が 10.67 メートル、全高 4.39 メートルである。
その大型な機体の R-Q4 グローバルホークは、イギリスのロールスロイス社製の AE3007H ターボファンエンジンを1機搭載し、高度約18,300メートル以上を連続で34時間ほども飛行可能な持続性を有している。ノースロップ・グラマン社では、R-Q4 グローバルホークは、自身が収集した画像データ等を、ほぼリアルタイムで、一日中送信することが可能な、唯一、無二の無人航空機だと、今でも喧伝しているが、先行きについては、少し心もとない。航空自衛隊の R-Q4 グローバルホークの運用に関しては、いかんせん、機体そのものの性能が陳腐化してきている現実もあり、甚だ辛辣な指摘に始終してしまった感はあるが、無人航空機の運用という点では、今後に期待したい。今後は、こうした偵察専用の無人航空機の止まらず、やはり兵装を施した無人攻撃機の保有と運用を航空自衛隊でも推進していく必要は避けられないと思われるため、その実績作りという観点からは前向きに捉えるべきなのだろう。もっと小型の機体ではあるが、ロシア・ウクライナ戦争ではトルコ製の無人航空機であるバイラクタル TB2 が開戦初期には大きく注目されたこともあり、サイズと用途を考慮した導入が日本にも求められることとなろう。